ワスコ軍は、アメリカ合衆国オレゴン州にある軍の一つ。軍の名称は、ワスコと呼ばれるコロンビア側南側で生活していた、チヌーク系部族の名に由来する。2000年の時点で、の人口は23,791人。軍庁所在地は、ザダルズ。ザダルズにある、ワスコ軍庁舎コロンビア側のセライロの滝は、古くから、ワスコ族、パイユート族。 ウォームスプリングス族などの先住民が集まる場所だったため民族間の主要な貿易中心として栄えた。フランス系カナダ人の毛川省たちはこの渓流をレグランド・ダルズ・デラ・コロンビアと名付けた。ザ・ダルズは当初ウィラメット渓谷へ向かう移民者たちの道の途中、駅であった。カスケード山脈を越える開拓者道路の建設やドネーションラントクレームアクトにより この地に定住する家庭が多くなった。その後、ワスコ軍は河川交通や陸上交通の要所として栄えた。1854年1月11日、オレゴン準州議会により、クラカマス軍、レーン軍、リン軍、マリオン軍の一部分離させて、ワスコ軍が発足。発足当初、ワスコ軍は34万平方キロメートルの面積を有し アメリカ合衆国で最大の軍であった。ワシントン準州や他のオレゴンの軍が発足していくに、従って、ワスコ軍は、現在の面積まで縮小した。軍成立時に軍長がだ、ダルズに置かれた。コロンビア川の河川交通は、マルトノマ軍のボンネビルダム、ワスコ軍のザ・バルズダムの建設により、大きな影響を受けた。軍の経済は、農業、伐木業、 製造業、発電、交通、観光に頼っている。アルミニウムの生産はかつてこの地域の主要産業であったが、電気代の変動と世界規模でのアルミニウム価格の下落により、軍にあった多くのアルミニウム鋳造工場が閉鎖した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、ワスコ軍の総面積6204平方キロメートルのうち6167 平方キロメートルが陸地、37平方キロメートルが水地である。ありがとうございます。